こんにちは、カサライフの笠島です。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。チャーハン作るんですけど、お昼に食べるものが何にもなくて、チャーハンを作ります。前もなんか作った気がするけど、皆さんどういうチャーハンの作り方してるんでしょう。卵、私は卵から入れて混ぜちゃって、ここに今日は残ってたハムとピーマン、残ってるうちのネギもたくさん入れちゃう。ご飯、これはお茶碗に1杯分ぐらい、1人分なの。それでもなんか具が入ったりするからね。すごいカチカチの冷やご飯だったらちょっと水入れたりしますけど、これで。あと、塩。胡椒。あ、はい、ガラスープの素ちょっと。卵を戻して、醤油回しかけ、はい、出来上がり。あ、青っぽくて。ごま。ごまもちょっと。はい、こんな感じで、チャーハン出来上がりです。ナスのエスカベッチ、ナスの炒め煮みたいなの、ぬか漬け、鶏肉の料理と、あとこれはピーマン。今日のお昼はチャーハンと野菜たっぷりでいただきます。では残り物とチャーハンいただきます。と炭酸水を入れました。いただきます。野菜から食べる、ね。このナスのエスカベッチ美味しいですよ。昨日の動画です。たくさんナスをいただいて困ったらこれを作ります。でも美味しいの。黒七味をかけたんですよ、この鶏に。黒七味が効いてて美味しい。チャーハンの作り方ってどうなんでしょうね。人によって やや違うかな。日本で一番普及しているのは陽明寺太極拳なんですね。で、陽明寺太極拳のお教室に入った方で、
どんな本を買おうかなって最初に悩んだ、なんかちょっと勉強したいなって思った時に購入するといいのは、私は生徒さんにもおすすめしてるんですけど、あなたが変わる陽明寺太極拳っていう、この大和警告者っていうね、この本をおすすめしています。 K 先生の DVD もついていますね。とてもレイナ先生も載ってたりとか、読み応えがあるので、これ DVD もついてるし、まず初めにこれはおすすめする本ですね。それでもうしばらく太極拳を長く続けていて、ちょっともうちょっと深く勉強したいなって思ったら、進む先生のこの健康太極拳稽古要定っていう本があるんですけど、これはベースボールマガジン社の本ですね。この本をお買い求めください、稽古要定。それから健康太極拳の規範協定、これもベースボールマガジン社が出しているものです。で、昔の、古くからやってらっしゃる方は、ここに明治先生と進む先生の本も持ってらっしゃる方もいるかもしれないんですけど、これは高志先生と進む先生の2人の写真の本ですね。かっこいいですね。というわけで、両方の本をね、両方読んでいくと、ちょっとだけ分かりやすい気が私はします。それで、本部道場とか、進む先生を読んで、規範協定と稽古要定を勉強している支部もあると思うんですけど、私も書き込みいっぱいですね。もうとにかく一生懸命勉強している最中です。稽古要点も書き込みいっぱいなんですけど、一生懸命勉強している最中です。もう本に書かないとついていけないので書いています。で、進む先生の講義に出て、もうちょっとこの稽古要点や規範協定を一生懸命勉強している方で、もうちょっと太極拳のことを深く勉強したいなって思われる方は、太極拳理論の要定っていう、進む先生が講義の中で紹介した本なんですよ。このね、もうこれ読めないですよね、名前も。王宗学っていう人と、この武城っていうんですよね。このチェン・ユイツァイっていう人の、書いた本なんですね。これすごい、このなんか帯がすごいですよ。なぜいつまでも無駄な努力をしているのかとか書いてあったり、この本が必要になる時が必ず来るみたいに書いてあるんですよね。水手のこととか太極拳の稽古要点の中のいくつかのこととか、このね、2人の理論のことを、書いてあったりとか、学ぶことができたりとか、内容は非常に難しいんですけれど、ほんのちょっと分かるところも出てきたりするんですよね。とにかくこれは多分太極拳を始めたばっかりの人が買って読んでも、これっぽっちも面白くもない、わからない本だと思うので、順番があると思うんですよ、私、本当に。なので、陽恵先生のこの本をまず読み、これで太極拳をして楽しんで、健康のためにね、続けてらっしゃる方はそれで十分だと思っています。そしてさらになんかもうちょっと、詳しく勉強したいなって思ったら、この2冊の本でも、本買っても多分ちんぷんかんぷんかもしれません。そして、これ極めつけですね。これも知らない方もいるかもしれないからね、発行がブドウユニオンっていう星雲社っていうところの本ですね。概要欄に、URL、 Amazon の URL を貼っときますので、
これを興味がある方はお買い求めください。まあ、これもね、毎日ちょっと読んでるんですね。でもなかなか進まないんですけど、まあちょっと読んであっちこっちこうパラパラ読んで書き込みをしたりしています。まあ、難しいですけど、太極拳っていうのが武術なんだけど、自分から戦うわけじゃなくて、まあ、防御なんですよね、太極拳。それで相手が攻撃してくるんだったら攻撃しようかなみたいな感じです。まあ、普通に楽しく討論を動いて稽古されている方はそれでそれはそれで楽しいんですよね。まあ明治先生の本もたくさん出ているから、そういう本もいろいろ買ってお勉強なさると興味のある方はいいですね。廃盤になっちゃった本でちょっとお待ちください。もう売ってないかもしれない本をいろいろ紹介してもしょうがないんですけど、私がすごく気に入っている本は陽明寺の生きる心動く心っていう本です。もうこれ絶版になって手に入らないかもしれませんけど、とてもおすすめの本。太極拳の心、まあこれは太極拳のゆとりっていう本を、まあ、お買い求めなれば、まあ、いいかなって。まあこれもいいですけど、あと八段錦式の本で私は非常に参考にしているのはこの本ですね。気候の中の気候、八段錦式持ってらっしゃる方いるんじゃないですか。幸せを呼ぶ陽明寺八段錦式太極拳、もうこれもとても好きな本ですね。というわけでいろんな本を紹介しました。太極拳の、まあ、スム先生の本にしても稽古要点や規範協定にしてもものすごく分かりにくく書いてあるんです。それでもう本当に最初なんてちんぷんかんぷんなんですよ。で何年も何年も聞き続けて、なんとなくだんだんなんとなく分かってくるんだけど、本当に分かってくるのかって感じなんですね。それで、まあ、この太極拳理論の要諦っていうのを読むとまたさらにこんがらがってくるんですよ。例えば鬼鎮丹田ですね、丹田に気を沈めるっていうのは、太極拳教は沈めるって書いてあるんですよ。それででも十三聖歌には巡らせるって書いてあるんですよね。それでまあそういうのも両方書いてあるの、なんかちょっと矛盾しているっていうか、だけど矛盾しているようだけども違うことを、矛盾することを書いてあるはずはないんですよ。それでまあ距離長径に、すごく近しい鬼鎮丹田なんだけど、その、まあ、丹田に気を沈めて姿勢を正してっていう、まあ、そういうことなんですけど、でも沈めるのか巡らせるのか、丹田はどこなのかとか細かく書いてありますからね、あの面白いかなと思われた方は本当に難しいですけど買って読んでみてください。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。